何やってんの？ん？あ、iPhone のケース変えたんだ。そう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 、平信くんの iPhone ケースを作りました。イエーイ。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、平信くんのこの iPhone ケースを作ったプリスマというですねサービスを紹介したいと思いますね。こちらですね、スマートフォンのアプリで簡単にケースを作れてしまうサービスなんですね。うん、うん、簡単だったんだよ本当に。このプリスマはですね、ポイントがあって、写真があればすぐにケースが作れる、アプリだけで簡単に作れる、あとはですね、注文してから家に届くまでが割と早いんだよね。うん、それとね、価格がですね、1つあたり1980円と割と安いんですね。うん、うん、そう。あとはね、もう写真をこうねプリントできるので、例えばね、どっか旅行に行った時の思い出とか、平信くんが幼稚園卒園した時の思い出とか、うん、そういう写真をですねケースにできちゃうと。うん、それではですね、今回作ったケースをですねちょっと紹介してみたいと思いますね。はい、はい、こちらがですね、先ほどちょろっと見せましたエイシン君のケースですね。はい、これはこの前京都に旅行行った時の写真だね。うん、うん、二条城の写真ですね。うん、いいよね。で、上がねこう木みたいになってるでしょ。うん、ここはですねアプリで作れます、こういうのが。うん、うん、そう。それで真ん中だけ写真を入れたっていう感じかな。割とね綺麗なんだよ、思った以上に綺麗に仕上がってて、ちょっとびっくりした。うん、うん、で、これはハードケースですね。すごい上、薄いハードケースでございます。ちょっと外してみましょうか。はい、はい、このようなケースですね。すごく軽いんでね、ちょっとエイジン君持ってみてくれる。はい、あ、すごい軽いだよね。うん、うん、重さは感じないぐらいだよね。うん、あ、ちょっとだけなんかグニグニってできる。そうだね、ハードケースといってもちょっと割と柔らかめだね。うん、そしてこちらがですね、クリア TPU ケースですね。これはどういう写真かというと、あの機関車のロッドの部分だね、これ。うん、そう、かっこいいでしょ。これでちなみにパパが写真撮ったやつ、あ、うん、蒸気機関車の足元、うんうん、ですね。 TPU なのでかなり柔らかめだね。うん、ただ分厚いので落としても安心だよね、分厚いからね。ちょっとはめてみましょうか。はい、はい、こんな感じですね。いいね、うん、いいじゃん。うん、ライトニングのコネクタの部分、ここに蓋がありますね。うん、ちゃんと蓋があって保護されてます。あ、はい、あとイヤホンジャックのところも蓋があって保護されてますね。うん、中にホコリが入らないようになっております。はい、クリアソフト TPU ケースの方はこのねストラップがついておりますね。ストラップホールがねここにあるんだよ、ここにつけることができるね。うん、うん、で、このクリアソフト TPU ケースもクリアハードケースも両方ともですね、液晶保護フィルム、これがあらかじめ入っておりますね。うん、これ大変ありがたいですね。そうだね、うん、ケースと一緒についているのはありがたいですね。うん、あと画面をふきふきするこの布もついておりますね。そうだね、はい、じゃあ他にもですね、パパが作ったケース見ていきましょうか。はい、これがですねクリアハードケースの、星空のやつだね。はい、これこの前キャンプ行った時のやつだよ。うん、うん、パパ初めてさ星をきれいに撮れたやつ。あ、結構きれいでしょ。本当星のつぶつぶもちゃんとね出てるからね、いいなと思って。うん、うん、あと同じくこちらクリアハードケースで、これは、そのキャンプファイヤーの薪だね。うん、うん、これねいい感じに写真が撮れたので、うん、これいいでしょ。燃えてるとこだね。そうそう、燃えてるからさ、こう熱っ、なんないかなんないけど、そういう風にしたいね。そうだね。それともう一つ作ったんだ、こちらクリアソフト TPU ケースの、これもいつか旅行行った時のトリックアート美術館ですよね。うん、これは A ちゃんがこの恐竜に腕食べられてるっていうですね、そういうトリックアートだったんでね。うん、これはママね、すごいこの写真好きだから使いました。はい、はい、で、全面にこれやるんじゃなくてハートの半分だけ、うん、で、まあ周りを赤にしました。これね、もう一個ハートがあればね、こうやってね、くっつけられるんだよ。ああ、そういうことなの。あ、まあ、でも、まあなんかこれはこれでいいかなと思って。うん、それでですね、これから A 君にはですね絵を描いてもらおうかと思います。はい、あの夏休みの思い出がないからね、うん、絵を描いてもらって、それをですねスキャンして、今からですねこのプリスマのアプリを使って注文したいと思いますね。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、はい、何描いてんの。SL スチーム号。 SL スチーム号か、いいね。うん、車輪ちっちゃあー、金の部分、それ。そう、ドーム金にするの、黄色ね。 SL スチーム号って金だっけ、ドームうん、忘れちゃった。まあ、いいけど。はい、ありがとう、いい感じにできたじゃん。うん、よし、じゃあちょっとこれをスキャンして、それで iPhone のケースにしちゃうか。うん、
はい、それでですね、エイシン君が描いてくれたイラストをですね、先ほどスキャンしました。はい。で、今ですね、iPhone に取り込んでおります。ここからですね、プリスマのアプリを使って実際にケースを作っていきましょう。はい。はい、じゃあいきますよ。まずプリスマのアプリをタップします。はい。このアプリはね、無料だからね。はい。はい、で、ケースを作るをタップしますね。はい。で、ケースはですね、4種類ありますね。iPhone 6 Plus と iPhone 6と iPhone 5S 5、あと iPhone 5C。この4種類ありますね、はい、で、パパ持ってるのは iPhone6 なので6選びます、はい、で、クリアソフト TPU ケースとクリアハードケース、この2種類選べますね、はい、両方とも1980円、はい、うん、で、今回はクリアソフト TPU ケース、これを選びましょう、はい、で、これだ、もうこのピンクの画面、はい、これがもう iPhone ケースになるね、お、うん、で、カメラロールの写真を選びます、はい、で、エイシン君がさっき描いてくれたイラストをね、こんな感じで配置しますね、はい、はい、ね、おで、プレビューを押すと、もうこれでケースのイメージできるんだ。おね、いいよね、うん、分かりやすい。で、戻るを押して、でね、フレームの選択なんかもできますね、うん、で、先ほどですね、二条城、こちらね、うん、二条城のケース、これ作った時はこのフレーム使いました、はい、で、このね、今ピンクのところの色が変えられますね、こんな感じで、はい、で、これね、パターンもあって、パターンでこの木目を選んだんだ、あ、それが先ほどの二条城のやつだね、はい、うん、パターンで他のやつも選べるねあれだね、なんかちょっと女の子っぽいけどね、じゃあそうだね、青とかもできる、ね、ここだといいね、そう、あとね、文字も入れられます、うん、文字はさ、このね、二条城のこちら、うん、こちらでも使ってますね、はい、フレームはいろんな種類があって、さっき言ってたハートの半分、うん、これがこれだ、これに使ってたやつ、はい、あのトリックアート美術館ですね、あ、そうです、まあでもせっかくね、エイシン君があの描いてくれた、ね、イラストをそのまま使いたいので、今回はこれでいきましょうか、はい、はい、これでプレビューして OK であればカートに入れます、はい、はい、画像の送信中になるでしょ、はい、それでこういうカートの画面が出てきますね、はい、で、問題なければですね、購入手続きに進みます、はい、クレジットカード、代金引き換え、あと銀行振込、コンビニ払い、4つほど選べますね、はい、うん、できればね、早く届きたいっていう方はですね、はい、宅急便を選んでくれれば早く届きます、はい、はい、それで日付を最短を届きに指定すれば、2、3日ぐらいで届くみたいですね、はい、あの日付指定もできるんですけど、日付指定にしちゃうと、まあ、1週間後ぐらいになっちゃうかな、はい、うん、配送先を入力して注文を確定すれば OK ですね、はい、じゃあ注文確定しましょうか、はい、はい、お、もう届いた、そう、はい、はい、取ってくるね、はい、はい、届きました、イエーイ、じゃあ早速開けてみましょうか、はい、はい、はい、中身は、はい、このような段ボールに入っておりますね、うん、プリスマってちゃんと書いてあるでしょ、うん、うん、こんな感じ、箱の後ろはこんな感じになってます、じゃあ開けてみましょうか、はい、ここから開けられるみたい、じゃあエシン君開けちゃってください、は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 い、おお、来てる来てる来てる、来てる、出来上がったレイちゃんのケース、出来上がった、はい、それではエシン君のケース取り出してみてください、はい、はい、おーおレイちゃんが描いた絵がケースになった、本当だ、すごいね、こんなっちゃってる、はい、夏休みのこれ思い出だね、思い出の一つでございますね、はい、じゃあ早速ですね、エイシン君のこのケースパパつけてみていいかな、はい、はい、はい、こんな感じで装着終わりました、はい、いいじゃない、エイシンケースいいよ、やったー、うん、はい、こんな感じでですね、プリスマのケースいろいろ作りましたね、うん、やっぱりね、思い出をこうやってね、簡単にアプリを使ってケースにできるっていうのはいいね、うん、うん、これねすごくね、やっててね楽ちんだったし、うん、しかも出来がすごい良かったから、うん、おすすめできるよねこれね、そうだね、うん、はい、ということで今回はアプリで簡単にスマートフォンのケースを作成できるプリスマでした。